キエフの城山城山は、ウクライナの首都キエフにある歴史的地名。ドニプロ川の右岸に位置する小高い丘、キエフ大地の一部。高さは90から100メートル。急斜面を持つ。名称は、中世後期のキエフ城にちなむ。コキエフ山、シュチエク山、ホンチャリー地区、コジュメアーキ地区、ポジール地区の間に位置する。最古の遺跡は、紀元前3世紀に遡る。 考古学の資料によれば、5世紀末から6世紀初頭にかけて、キエフの原型となる集落があったという。9世紀から10世紀には、キエフ大公国の大公の離宮があったとされる。1370年代には山頂に、キエフ公国の公爵の城が建設された。15世紀に、リトアニア大公国のキエフ県が設置されると、キエフ県知事の城となった。 1482年にクリミア半国のメングリ一世儀礼の来襲によってキエフ城が消失したが1545年に再建された。17世紀にアダム・キシーリがキエフ県知事となってキエフ城に置かれたことにちなんで城山はキシーリ山と呼ばれるようになった。1651年にフメリヌイーチキーの乱の際、 ウクライナコサックがキエフ城を陥落させて廃止した。以後、城山は農地となった。1816年から墓地として利用されるようになり、1834年にフローリュー修道院の所有地となった。これによってキシーリはフローリューと改名された。山頂に修道院の教会が建立され、フローリュー墓地の周りに柿が設けられた。ソ連時代には、 教会と墓地は破壊され、荒れ地となった。1990年代に山頂に、ウクライナ市一重兵隊の記念碑が建てられた。AB2005-245ABCDEFGH 上山、キエフ大辞典。ありがとうございます。